はいどうも、セティブです。ケイです。お願いしまーす。というわけでですね、今回は変化球講座イエーイお願いしまーす。というわけで今回はツーシームをやっていきまーす、はいはい、ツーシームね。まあ本当はね、スライダーよりツーシームの方が最初は結構良かった。でも、まあ、主流的には世の中的にはやっぱスライダーの方が圧倒的知名度 ね高いんでね、スライダーの方がバズっちゃったんですけど、本来はツーシームの方がちょっと得意。そのツーシームをご紹介します。ちなみにこの間向こうズの女子選手にも教えました、ツーシーム、うん、めちゃめちゃ変化して驚きました。なんで女子野球選手たちもマスターできる、いわゆる子供でもお年寄りでもお腹の赤ちゃんでも、主婦の方でも誰でも投げれるツーシームになっております。これどの方がいい？はい、なんでこれをね、今回は教えますんで、まず投げていきます。投げてって変化を見てもらって、こういう変化だな、変化球握り見てえなと思ったら、その後見てください。それではゴー。はいはいはい、はい、なんかすげえ難しいって言うんだけど、全然なんか抜ける感覚がある人には難しいかもしれない。あめっちゃ、あ、すいません、すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。クリックはあるんですよね。イメージは抜けないように抜く。抜けんと抜くは違うからね。あとは人差し指で押し込む。うん、あとは親指立てる、立てて人差し指と親指で押し込む。やったわ。ああ、こっちだ。ここ。うん、曲がってる。こっちも回り。しゃがめ、しゃがめ。曲がってる。めっちゃ曲がってる。横のツーシームやるでしょ。いや、めっちゃ曲がってる。ちょっとコツがあって、コツはグローブ側を引く、早めに引く、グローブ側をちょっと引く、ちょっと引く、早めに痛めるから気をつけて。曲がってない？いや、曲がってます。曲がってる。うん、曲がってる。ちょっと球を遅くしたい場合は中指を外して、この2つで薬指、中指だけで投げる。ちょっと遅くなる、ちょい遅になる、チェンジアップ風な感じかな。どう？今早い。どうすか？今めっちゃ曲がってる。曲がった？言い忘れました。真ん中から左に行きすぎる、引っかかりすぎると落ちます、ボールになる。今めっちゃ落ちた。めっちゃ落ちた。スライダーの時言ったんですけど、今の握り、この切る力で腕の振りをちょっと弱めるとああいう風になります。腕の振りで自在に変化って自在にいけるんですよ。ちゃんと腕を振ればちゃんとこう真横に曲がるし、ちょっと抜けば、ちょっと抜けば落ちるし。もう今のはやばかった。届いてないだけ。低めで、低め投げですよ。という風にこう投げるんですよ。
はい、といった感じでね、投げましたけど、まあ、握りを紹介します。握りはね、この縦の線に指添えます。沿ってちょっとこう親指の位置を少し横に持っていく。この第一関節指を置きます。それで投げます、こうやって。もしくは少し中指を開きます。こうやって若干開く、こうじゃないよ、開く、開いて薬指を少し中指側に持っていく。こうやって、で親指は一緒、ちょっと横にこう持っていく。でこう投げる。そしたらさっきのような感じになります。イメージ湧いた？こうね、イメージはこうね、こうこういうイメージ、こういうイメージ、そうそう、こういうイメージ、こういうイメージ投げます。はい、といった感じで、もし分からなかったらね、あの過去の変化球動画をこう遡ってもらって、投げてほしいと思います。まあぜひともね、この動画を見て翌日からちょっと練習してほしいなと思います。ツーシームね、翔平 TV ツーシーム、こうね、少しこう開いてこうやって投げる。こうやってね、これ投げてきます。こうやって、これで強く投げてもいいですよ。強く投げても変化するし、この指先のこれは一緒だけど、腕はの強さはこう緩める。そしたら変化して落ちます。なのでちょっとこうやってほしいなと思いますんで、もしね質問とかいろいろあればね、あのコメント欄残してもらって、またそれに対しての動画を撮れたら撮りますんで、ぜひともお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上です。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。